はい、静岡県伊東市八幡のぎっくり腰腰痛産後の骨盤矯正の専門の健康スポーツ整体院長の平原です。骨盤の歪みとですね、背骨の歪みの関係、またそれによる弊害などちょっとお伝えしたいと思います。こういうふうに骨盤が、右側に、上がってきてずれてくると、骨盤の上ですね、この腰椎の部分、特に第3、第4、第5、こういうところの腰椎がずれてくると、まあ、腰痛、また、ぎっくり腰、ヘルニア、座骨神経痛などね、足のしびれが、多く出てきます。また、この、腰椎の部分、これがなずれてきますと、下痢、便秘、など足への障害とかも、ね、出てきます。内臓関係も、ね、ここら辺が、強くなってきますので、ご注意した方がいいと思います。まあ、これの骨盤の調整については、当院の方に、ご覧いただければ、調整いたしますので、ぜひご相談ください。お待ちいたしております。